僕ら都民、県民が都知事の下にいるわけではないんです。岸田総理や開発事業者に従わなくてはいけないわけではないんです。東京都も、たくさんの署名とヘリテージアラートで伐採は容認できないと、直ちに撤回するようにという、ね、ヘリテージアラートが来て、撤回要求で、それで、延期になりました。神宮は延期になりました。でも日比谷公園はまだ取り壊し毎週やっています。取り壊し工事止まっていないんです。日比谷公園も、東京で一番危ない場所ということに気づいたら、一番危ない場所ということに気づいたら、日比谷公園もオンライン署名20万以上集まるはずです。皆さんがまだ気づいてないんです。神宮の方はたくさんの方が応援してくれました。たくさんの方が心配してくれて、旅行者も関西の方も、海外から来た方も23万の署名が集まりました。日比谷公園の取り壊しが毎週進んでいることに気づいたら、日比谷公園も署名が23万以上集まると思います。皆さんぜひね、今オンライン署名がチラシに配ってますので、ぜひよろしくお願いします。皆さん、東京で今一番危ない場所が日比谷公園であることご存知でしょうか。9月から破壊が始まって、思い出ベンチの一部が壊されました。このままだと大噴水も100年前からあるテニスコートも日比谷公園でなくなってしまいます。神宮の方は、ラグビー場を取り壊し、それから神宮球場を取り壊し決まっていましたけれども、決まっていたものが皆さんの署名が20万以上集まって、見事に、延期ということで止めることができました。国民の力で東京都の決定も覆す、開発事業者の決定も覆す、その決定を覆せることが分かったのは、良い前例になったと思います。これが分かれば日比谷公園の方でも120年の歴史の日比谷公園を破壊を毎月毎週続けてるのはおかしいだろうと、10年かけて9箇所も破壊する、100年続くテニスコートもシンボルの大噴水も伐採もどんどん続けてしまう、樹齢100年クラスの樹木も日比谷公園で犠牲にしてしまう、こんなの間違ってますよと、僕は都庁の方に電話させてもらいました。たくさんの方が、都庁に電話してくれて、9月前半だけで300件近くですね、そのおかげで、バラ処分されるバラは移植に変わりました。処分が決まっていたものも移植に変わると、やはりみんなの草の根活動、都庁に電話することも、こうやってチラシを配ったり、スタンディングすることも、それも、効果があるんだなということが分かりました。このまま皆さんで署名を増やしていったら、神宮の、取り壊しも白紙にする、あるいは、日比谷公園で今止まってない破壊工事を完全に止めることもできると思います。皆さんでですね、オンライン署名どんどん増やしてですね、東京で、神奈川で、関西で、筑波で、鈴鹿で同時進行の破壊を止めていきましょう。京都の方ではですね、毎週土曜に、凱旋スタンディングやるのを110回続けて、署名が16万以上集まってテレビにも放送されて、京都府立植物園はどうやら、助かることになりそうです。伐採は止まりそうです。他のインドアスポーツの、団体6団体がですね、京都市じゃなくて、向こう市とか他の場所でやってほしいという要望が出てですね、どうやら京都市は助かることになりそうです。草の根活動やってる皆さんの方が驚いたと、とうとう覆すことができるんだと京都で証明されました。神宮では延期になった状態でまだ白紙には戻っていませんが、皆さんの署名を25万30万集めることで白紙に戻すことは可能だと思います。坂本龍一さんも、喜んでくれると思います。ミスターラグビー天国の平尾誠二さんも喜んでくれるはずです。今80歳の、スクールアイドルの泣き虫先生、山内先生も喜んでくれるはずです。天国のノブさんが、天国の三島真嗣さんが、スクールオーグのイソップのモデルになった奥井博さんもきっと、短いラグビー生活だったけれども、みんながラグビーに興味を持ってくれて、渋谷ラグビー場を覚えてくれて、
天国の伊勢府のモデルになった奥井博さんも喜んでくれるはずです。天国の人も喜んでくれるように、みんなで声を上げていきましょう。間違っていることは間違っていると、100年の森を壊す必要ないんだと、みんなで声を上げれば、きっと日本全体がね、喜ぶ一番良い状態が来ると思います。神宮球場は変わらずそのまま100年105年を迎えて、秩父宮ラグビー場が平尾先生が山口先生が戦ってきたグラウンドがそのまんまで残るように、これから選手になる人が今10代の子供たちが秩父宮ラグビー場で戦えるように、そのようにラグビー場を守っていきたいと思います。5年後10年後ラグビー場が神宮球場が今のまんまであったなら、今チラシを受け取ってくれた方、オンライン署名に協力してくれた皆さんが守ったと、都民県民が、東京都ではなくて開発事業所ではなくて一般市民の僕らがラグビー場を神宮球場を守ったんだと、東京都の決定を覆したんだと、国の決定も覆したと、開発事業者の決定も覆したと、良い前例になります。みんなでね、もっと声を上げれば、もっと署名も集まって、白紙に戻すことは可能だと思いますので、今日は伐採のことはあまり言ってませんでしたけど、このまんまだったら3000本が伐採になってしまうところでした。細かい木をね、細かい樹木入れたら1万本に近くなるんじゃないかと、樹木を次々犠牲になってヒートアイランド現象が止まらなくて熱中症に倒れる方がどんどん増えて、誰も喜ぶ人いないでしょう。樹木がそのままで緑を増やして神宮球場と秩父宮ラグビー場を増えそのまんまにするのが一番いいと思います。いつまでも青空が見えるラグビー場で、花火が上がる花火が見える神宮球場で、そのままであってほしいなと思います。